ホルモンには男性ホルモンと女性ホルモンがありホルモン活性があるものを大ざっぱに分けるとツッポンやカキ深海ザメなど体の周りに硬い殻を作るものには男性ホルモン活性があり植物性のものには女性ホルモンの活性があります男性の精力剤と呼ばれるものの活性があります スッポンやタツノオトシゴ、ヘビなどをよく見ると、亀であるスッポンは、硬い甲羅を作り、タツノオトシゴも硬い殻に覆われています。ヘビは、背骨の数が非常にたくさんあります。軟骨や骨の形成、硬い組織の促進には、男性ホルモンが必要なので、これらには男性ホルモン活性があります。 発芽したり実ができるときは姿や形が変わりますがそれには女性ホルモンの活性が必要なので植物性のものは主に女性ホルモンの活性があります植物の中にも男性ホルモン活性があるものもあります麦には男性ホルモン活性豆には卵胞ホルモン活性 芋には、黄体ホルモン活性があります。麦を主食にしていて、水にミネラルが多い香水のところは、骨格が大きい人が多く見られます。豆の種子のように丸いものを作るときや、曲線を作り出すには、卵胞ホルモンの活性が必要です。豆類にある卵胞ホルモンの例として、大豆イソフラボンがあります。 芋類に黄体ホルモン活性がありますが芋といってもじゃがいもやさつまいもではなくてネバネバしたところにホルモンが含まれますので里芋や自ねんこんにゃく芋などに多いです黄体ホルモンの活性が高いと丸い体を作るので食べすぎると太ります南国の島では暑いので 基礎代謝が低いことと、タロイモなどを芋を主食にしているので、丸くて大きな体を作ります。コバルト60や電子線、エチレンオキサイド、次亜塩素酸などの滅菌によって、ホルモン活性が失われることが多いので、高圧蒸気滅菌のものを選んだ方がいい。 外国から輸入される大豆は輸入をするときに船底で発芽を防ぐためにコバルト60や電子線一連置きサイドで滅菌することが多くホルモン活性を上げるために大豆を食べていても意味がないことが多いので国産大豆を選ぶ方がいい漢方では生理周期に合わせて それぞれのホルモン活性があるものを飲む治療法がありそれを周期療法と呼び子宝相談に応用する漢方薬の周期療法と食材によるホルモン補給を組み合わせるとよく低温期には豆類を食べ男性ホルモンの濃度が十分にあると排卵するので 肺卵期は男性ホルモン活性があるものを補給し、高温期には芋類を補給するといい